ファッション。近年は腰履きまたは腰履きと呼ばれる。若年男性が主な流行域で学校の制服、またはジーンズ、ジャージなどで行われることが多い。英語ではダワーと呼ばれ、もともとはニュースクールのヒップホップ系ファッションだった。その始まりには諸説あるが囚人服の風彩に由来するとの説が有力視されている。 囚人服は大抵大きめのものが用意されており、自殺防止や武器として使用を防ぐ理由で、ベルトの着用が許されていなかったため、自然とずり落ちてきた。ヒップホップは抑圧されたアフリカ系やヒスパニック系の文化であり、社会への反骨と受刑者への戦争、あるいは実体験から、囚人のスタイルを模して、コシパンファッションが生まれたと考えられる。 実際は、貧困から成長後も着用できる大きなサイズの服を買い与えたところから定着した。日本においては、一部のヒップホップ系、ファッション、サーファーやスケーターの間で1990年代前半からされていたが、1990年代後半に、男子中高校生の間で制服の着こなしとして大流行した。関東から全国へ広がり、茶髪、 ピアスミニスカート、ルーズソックスと並び、高速違反のファッションとして、学校を悩ませる、社会問題となった。2000年前後の流行には、ドラゴンアッシュなどの J ポップのミュージシャンの模倣があった。また、近年では女性においても、学校指定ジャージ、スウェットなどで、腰パンしているものも見受けられるようになり、男性に限ったものではなくなってきている。 ゆったり感を出すファッションになるため、上着もオーバーサイズを合わせることが多い。ズボンからはみ出す下着は、下着前と見えないトランクスや、ボクサーパンツが用いられ、間違っても白ブリーフは着用しないことが、暗黙の了解とされている。下着は、他人から見えることを前提に着用し、上着、ズボンと一体のファッションとして意識される一方で、シャツを出したり、 だぶつかせたりして、下着やベルト位置を見せないファッションもある。下着と同じく、ベルトも見えやすくなるために意識される。普通より下げて、履くため、ズボンの裾はそのままにして履くと引きずることになり、路面で摩耗する。最近は、すねまでまくり上げて引きずらないようにする場合も多い。裾が、地面につかないほど足りないということは、稀である。ズボンのシルエットは、 初期では太くルーズのものを履く傾向があったが、最近では細身も多く用いられる。後ろのポケットが大きいズボンは普通に履いても下がって見えるように作られており、日本ではグッドシャーロット、バステッド、マクフライ、ライズなどパンク系のバンドやそれらのファンも好む。またスノーボードのウェアの着方にも見られる。腰パンは 制服での着こなしにおいて一般的に見られる。学生服、ブレザーどちらにおいてもなされている。腰パンの仕方としてはベルトをしない、またはベルトとし一杯の幅広のベルトで尻に締めたりする。学生の腰パンは日本のみならずアメリカにも見られ、モラトリアムファッションとされる。腰パンはルーズな印象を与え、茶髪などと並んで服装の乱れとして問題視する。 声もある。下着が見え、汚いとされる。特に、制服の場合は、批判意識をめぐっても批判される場合もある。アメリカでは、多くの学区において腰パンは禁止されている。2007年6月、ルイジアナ州デルキャンブレでは下着を見せるようなズボンの着用が条例で禁止された。アメリカ南部は、右寄りな地域で、 差別等もまだまだ残っていることも関係していると思われる。また、上半身裸で外出する者が多くいるためでもある。一方で、バージニア州議会は2005年2月にコシパンを違法とする条例を制定しようとしたが失敗し、他地域ではコシパン禁止条例は憲法違反との判決もあり、物議を醸している。ありがとうございます。